あのベーブ・ルースは最近大谷翔平の活躍でよくベーブ・ルース以来ということで引き合いに出される人ですけどもどういうい人だったか知るるにはこのの映画を見るのが一番です主演はもうベーブ・ルース並みにお腹が出ていたジョン・グッドマン。 ベーブ・ルースはその1934年の日本遠征から帰国するとヤンキースお払い箱になってまあちょっと粗暴な人柄だったんで監督やコーチの声もかからずですねで翌1935年は客寄せパンターとしてアトランタ・ブレイブスにまあ雇われて28試合に出ただけでまあ現役を引退していますただしインタッピオンの直前の試合では1試合3本塁打放っていてその時の3本目のホームランが彼のまあ生涯の最後のホームランになっているんですけどもこの作品はそこのところかなり詳しく描いていますそして 僕にとっての、えー、ベスト予告編野球映画だけでなくあらゆる映画のベスト予告編はこの映画の予告編です、えー、それはですねベイブ・ルースの選手としての一生をフラッシュバックで描いた後に